初めての方は分かんないでしょ。ジョージ・ハリソンが正直ハリですからね。この時期って儲かんないんだよね、正直からね。今の時期なんだよね。年末年始しか儲かんない。夏は、ね、夏は全然ダメ。やっぱりこれから秋からね、切れにかけてね、今日は何あの正直あるの親方に内緒来てたら今日は何そう、いやアントランスリンガーオイワッケーというわけで、ねまあ、ドラムとかギターなんかもねなかなか上手にならないんだけども、上手くなるには、ね、コツがね2つあるんでね、コツコツやるっていうかねそうでしょ。でどうしてもそれでね上手くならない場合はね便所の果実と焼けくそってね、まあ、どうでもいいですね、ごめんなさいね、人間悪くてね、ということで、はい、今日一日よろしくお願いします。リンゴもいいわけです。さあ、そしてベースです、ポール・カワトンネン。どうもそれだけ、ね、なんか、マジケーじゃん、もっと長く喋れる。そういう長さかい。まあ、その間長くは許してやってもいいや。まあ、いいね、ね、体力全てを使ってるでしょ。そうだ、はい、で、そうだ、ジョン、はい、ね、足利にね、この間行った時に足利大吉っていう名前に命名されちゃったんだけど大吉です、ね、今日は桐生だから、桐生大吉、桐生大吉です。よろしくお願いします。本当は光ですね、確かに。ということでね、今回リバプールズはたった20分しか時間取ってないんですよ。そうなんだってね、お願いしますよ代表。だから今年はね、代表がね20分、一番の20分に決めちゃったらしいんですよ。今度あの言っとくよ、あの僕が俺に ね、はい、お願いしますよ。はい、いやね、代表も近づいてるんですけど、代表ね、そうそう、ね、フェスタの出演者でみんなで吹き飛ばしましょう。Thank you.